今回は10月から12月一番活躍するアウターを紹介していこうかなと思います。オクテットチャンネルということで、いつもご視聴いただきありがとうございます。オクテットメンズファッションチャンネルの安藤です。はい、今回はですね、まあ、冒頭のタイトルにもある通りなんですけど、今の時期、まあ、ちょっと寒くなってきて夜とか、まあ、朝だったりとか冷え込んで、何着たらいいかわかんないなっていう時に、すっごく使いやすいアウターをね、紹介していこうかなと思っておりまして、もう先にね、こう、お話しさせてもらうと、まあ、答えだけね、言ってしまうと、ダウンベストが今の時期はいいんじゃないかなと思っております。なので、まあ、今日はそのダウンベストを、実際大人の方だったらどういうものを選んだらいいのかであったりとか、まあ、そもそもなんで使いやすいのみたいな話だったり、かっこいいね、スタイリングみたいなところを、僕なりに考えてきたので紹介していこうかなと思います。はい、なので、この時期ね、こう、どんなアウターを着ようかなだったりとか、ダウンベストって意外と、欲しいけど買うに至らないみたいな感じの人は、見ていただけたらね、ちょっとね、ダウンベスト欲しくなるんじゃないかなと思ってます。はい。はい、ということでね、まあ実際に、見ながら、着替えながら、お話していった方がね、わかりやすいかなと思ったので、着替えてみました。はい、ダウンベストを、そもそもあんまり着ないなって思ってる方、非常にね、多いと思うんですよ。実際ね、僕もお店、店頭に立ってる時にお話しさせてもらってて、毎年なんか悩んでるけど、結局買わないんだよね、みたいな人だったりとか、ダウンベストっていつ着たらいいかわかんないよね、みたいなことをね、言われることがちょこちょこあるんですけど、僕自分で使ってて結構ね、これ本当万能だなと思ってます。で、それなんてかっていうと、まずね、ダウンベスト自体は、こう結構いろんなアイテムとのレイヤードができるんで、温度調節が結構しやすいんですよね。はい。で、あとはまあ地域柄っていうところもありますけど、車の運転とか、すごいね、そのまんま行けちゃう。はい。まあ、丈もコートとか着てるとね、さすがに長いんで脱いでとかなりますけど、ダウンベストだったらそのまんま行けますし、そういったね、こう機能面的にもすごく使いやすいなと思ってます。はい。で、まあ、レイヤードはね、また、コーディネート、着替えながらちょっと紹介していこうかなと思うんですけど、単純に、例えば10月だったら、コットンのトレーナーとか、ロンティーボリュームあるやつだったり、着てもらうと。で、11月ちょっと寒くなってきたなと思ったら、ミドルゲージのニットにしてあげたりとか、まあ、ウールのね、素材変えてあげるだったりとか。で、まあ、冬になってきたらこういうタートルネック着るだったりとか、中にブルゾン着込むみたいな、そういったね、使い方ができるんじゃないかなと思ってます。はい、なので、まあ、一着持ってない方は、意外と持ってみると、こう、トップスとか、中のアイテム変えるだけで、かなり使いやすいと思うので、試してみてほしいなと思ってます。で、これ選ぶときに結構重要なのが、サイズ感だと思ってるんですよ。はい。まあ、これが特にダウンベストの場合は重要だなと思ってて、今ね、ちょうど、ヘルノさんのダウンベスト、ちょっと着てみたんですけど、これ、結構かっこよくないですか？まあ、これがかっこいいっていうのもあるんですけど、このサイズ感が僕の中では適正だなと思ってます。はい。で、どんなところが、注意必要かっていうと、まず丈ですね。丈の長さが、今ちょうどベルト隠れて、2、3センチ隠れるぐらいですかね、の長さになってて、ちょっとだけトップスが見えるぐらいになってます。これが長すぎるとめちゃくちゃやぼったくなるんですよね。なので、その丈の長さまずは注意必要なのかなと思ってて、あとは身幅ですね。幅、結構ダウンベスト買うときに悩ましいのが、インナーに分厚いやつを着るんで、サイズもっと大きくした方がいいんじゃないかって言われる方いるんですけど、あんまり大きくすると、こう、ね、雪だるまじゃないですけど、こう結構着膨れした感じがすごいもろに出るんで、できればダウンベストは、このぐらいタイトな、
ぴったりジャストで選んでもらうのがね、いいんじゃないかなと思ってます。なので、まあ、イメージ的にはこの感じですね。はい、を覚えておいてもらえたら、全然いいんじゃないかなと思います。で、まあ、実際のね、先ほどお話してたレイヤード、まあ、着こなしみたいなところなんですけど、まずじゃあ10月、ちょっと薄手のタイプと、ダウンベストでね、ちょっと着替えてみようかなと思います。はい、というわけでね、ちょっと着替えてみました。こんな感じですね。コットンの、ロンティーというかニットティーですね。はい。コットンニットと、まずパンツ合わせてみたんですけど、日中だと正直このぐらいでね、一番ちょうどいいのかなと思います。あんまり厚い、分厚いニット着てても暑苦しく見えちゃうので、このぐらいのコットンニット着てることね、多分トレーナーとか、コットンニットとか多いと思うんですけど、で、朝晩ですね、まあダウンベスト積んでおいて、これをさらっと羽織る。みたいなのが、今の時期だとちょうどいいんですよね。で、まあ見た目的にも、こんな感じです。はい。まあ、ニットだと、ニットトレーナーだと、ロンティーほどね、こうペラペラじゃないんで、ボリュームもね、多少出て、見栄え的にもね、全然かっこいいんじゃないかなと思います。で、さらっと羽織れると、結構ね、おしゃれな感じがすると思います。どうですかね。まあ、真っ黒で、素材感だけ変えた感じですけど、トレーナーとか、カジュアルなニットとかっていうアイテムと、こういうナイロンの素材、相性もいいと思いますし、スポーティーな感じになるので、こういうコーディネートおすすめかなと思います。はい。そしてね、もうちょっと寒くなってきた時ですね。はい。まあ、ド定番ですね。ずっと押してるザノーネのキョートを、羽織った状態で、まあ、このぐらいだと、中のロンティー、ニットだけではちょっと寒いので、ブルゾンを羽織ると。で、さらにこっから、ダウンベストを羽織る。っていうのが、おすすめです。次はね、ちょっとコロコロとブランドを変えてますけど、最初がヘルノさん、次がタトラス、これがムーレですね。はい。まあ、それぞれなんかテイストごとに、使い分けてもらえたらいいのかなというか、自分のスタイルによって選ぶダウンベストを変えてもらえたらいいのかなと思いますが、こういう感じのね、綺麗めなブルゾン、綺麗めなスタイルだと、やっぱりそういう綺麗めなダウンベストを合わせてあげた方が相性はいいのかなと思います。はい、こんな感じだとね、もう正直僕今暑いぐらいなんですけど、結構、こう、保温性もあるし、脱ぎ着もして調整もしやすいと。まあ、脱いだ時様になるっていうのももちろんありますし、すごくね、活用のしがいがあるというか、重宝するようなね、着こなしじゃないかなと思います。はい。で、真冬の場合は、一番最初に着てたみたいな、タートルネックだったり、本当に分厚いローゲージのニットを着るっていうのが、おすすめです。というわけで、いかがでしたでしょうか。今回はね、10月から、12月にかけて、一番活躍するアウターということで、ダウンベストをね、紹介させてもらったんですけど、まあ、本当に、選ぶアイテムは自分次第で、自分の好きなスタイルだったりとか、テイストのアイテムを選んでもらえれば、すごく着回し力の高いね、アイテムかなと、思います。ぜひ活用してみてほしいなと思ってます。一応今日紹介した、アイテム、コーディネートで使った服装は、下の概要欄の方に貼っとくので、よかったらそちらも見てみてください。はい。というわけでですね、僕らの動画は毎日8時に動画を更新しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。